タスク祭は、聖教会における新品の職分の一つ。主教、司祭のもとで、主教、司祭を方針例において補佐する。日本聖教会の訳語。男性の性教徒が、主教による新品機密によって助成されることにより、タスク祭職につく。他教会との比較では、カトリック教会の助祭、聖公会の執事に相当する。なお、性教会における執事は、 教派では一般の神徒が務める教会役員等に相当するタスク祭の中に細分化された異界として首タスク祭超タスク祭があるまれに補い祭りとの表記が見られるがこれは誤りであるギリシア語のディアコノスを語源とするこの語は日本聖教会約聖書ではディアコンとルビを振った上で役字と訳されることもあるが現在の教会制度の中で 薬事の語がこの職を指して使われることはない。書き言葉での継承としては、死が用いられることが多い。話し言葉での継承は、タスク祭り様、タスク祭さんが用いられる。修道士がタスク祭となる場合は、修道をタスク祭、それ以外の場合は、在族タスク祭である。ただし在族タスク祭という語彙は普段は使われず、日常的には単にタスク祭と呼称 記述される。在族タスク祭は、司祭と異なり、教会に専従する者ばかりではなく自らの制御を持った上で無給与で奉職する者も,も多い。これを、自給タスク祭と呼ぶ。日本ハリストス聖教会では、2008年現在、在族タスク祭のほとんどが自給タスク祭である。修道タスク祭は、修道士がタスク祭となっているものであり、従って再退していない。 在属タスク祭には、再帯が許されるが、新品機密を受けた後の再退は許されない。従って、再退を希望する場合には、のぶせい前に、婚配機密に預からなければならない。離婚するとタスク祭職を解かれる。また種別であっても再婚することはできない。ただし現在は、結婚相手が再婚者であることは、問題とならない。修道タスク祭でないが、 独身のままで、の武将をされる在族タスク祭も存在する。万華の生入り、イコノスタシスの黄門前に立っている人物がタスク祭。司祭と異なり生態機密などの機密を執行することができない。タスク祭は、在族タスク祭と修道タスク祭に分けられ、功績、主教の祝福により、超タスク祭首、タスク祭に少女される。 生体礼儀などの方針礼に立つときは捨て針を着て、左肩からおらりを垂らす。方針礼におけるタスク祭の役割には、以下の事柄が含まれる。他方、副タスク祭という教約もあるが、これは、新品機密の対象ではなく、主教の祝福によってつくものである。東ローマ帝国の皇帝は、副タスク祭としての祝福を得ていた。主教二等の補佐を主に行うほか、 図教者や同役と同様の役割を担う。19世紀アルメニア教会の女性タスクサイ、初期教会の時代から主教、司祭は男性の職分であり、初期教会のものとされる政治と規則では女性がつくことを禁じている。ただし近現代に入り、女性タスクサイがかつて存在し、大きな役割を与えられていたことについての研究もなされている。 ロシア正教会では1917年のロシア革命直前期において行われていたロシア正教会公開準備期間中に女性タスクサイ制度復活については真剣に討議されていた。しかしながらロシア革命とその後の共産主義政権による弾圧によってこの公開準備期間において討議されていたいくつかの改革案とともにこれは頓挫した。一方で 東方正教会の一部にはギリシアを中心に古代から女タスクサイという職文を認じる伝統があるが、これは副タスクサイと同様の役割を担うものであり、タスクサイとは基本的に役割と地位を意味する。ありがとうございます。